皆さんこんにちは。今回は間違い探しです。左右の絵で一箇所の違うところを20秒以内で探してください。それでは早速始めましょう。1問目です。クマとリスのイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解はバケツの取っ手が変わっていました。2問目です。手洗いのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はバイキンの触覚がなくなっていましたよ。3問目です。プールのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はゴムの色が変わっていましたね。間違い探しは一度にたくさんの情報を視界に入れるので、空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。4問目です。お城のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は窓が増えていました。見つけられましたか？5問目です。バスツアーのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はドアが低くなっていましたね。さあテンポよく行きますよ。6問目です。スイカを食べるイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は洋服のラインが消えていました。7問目です。朝顔の観察のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は目が大きくなっていましたね。8問目です。絵を描いているイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は
ここにも絵の具がついていました。9問目です。睡眠のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は窓が変わっていましたよ。良質な睡眠をとるには就寝3時間前に夕食を済ませることや、ぬるめの入浴でリラックスをしたり、自分に合った寝具選びをすることも方法の一つですよ。10問目です。アマビエのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はくちばしが変わっていました。11問目です。牛のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は足の色が変わっていました。12問目です。夫婦のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は女性の洋服が変わっていました。とても仲良しそうですね。13問目です。月とうさぎのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は雲が長くなっていました。14問目です。酸素濃度測定器のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は赤色の範囲が長くなっていましたよ。気づきましたか？それでは最後の問題です。猫の応援団のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は左の猫の手の角度が変わっていました。さて今日は何問正解できましたか？追加でおまけ問題です。違うところを1箇所探してください。終了です。答えが分かった方はコメント欄へお待ちしています。この問題は
以前地の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは地の種のホームページで無料のノートレプリントとして配布しています。ぜひご活用くださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。